昔々ガロメアという王国にザロックという妖術使いがいた。冷酷無比なザロックは平和でつつましい生活を送っていた民を忌み、ガロメアを自分のものにするため暗黒の力を集結させた。王国に仕える騎士ダニエル・フォーテスクは軍を率いてこの魔物たちと戦った。勇敢に敵の中へと飛び込み、草木を払うかのように魔物たちをなぎ倒すその姿はまるで神のようであった。そして戦いが終結し、ザロックの軍勢を打ち負かした時、フォーテスクも深い傷を負い、静かに永遠の眠りについた。フォーテスクはガロメアの勇者として名を残し、彼の偉業は後世歌となり語り継がれていった。平和な時が100年ほど続き、誰もがこの平和が永遠のものだと信じていたが、再び妖術使いザロックが姿を現し、平和なこの時代に終わりを告げた。Hmm?
Mm-hmm.